リムなんか俺らが知らないようなこと知ってる？え？お、かわいい。え、知らないこと？みんなが知らないことか。そう。みんなが知らないこと。あ、女の子の気持ち。おお、すごい。そういう感じね。うん。知らんわ。でしょ？知らないでしょ？教えてくれよ。今教えてあげるよ、女の子の気持ち。教えて。教えてほしい。リスナーも知りたいと思う。みんな知りたいと思う。うん、え、どういう時の女の子の気持ち知りたいの？ああ、ヒメップされてる時の気持ち。ヒメップされてる時の気持ち？お前、口頭煽りみたいになってる。ヒメップされてる時の気持ち。どういう心理でヒメップされたくなるの？されなんか。あ、でもまあ確かになんか女性のヒメップは多いかもね。ああ。もう相対的に。いや、でも、あれなんで本能なんだよ、それって。本能。本能とは、うん、虫の話でもそうだったじゃん、前の回でさ、はあ、女王針とかさ、女王蜂があるようにさ、はあ、やっぱり女の子は守られるべき存在であるのだよ、遺伝子レベルで騎士を求めてると。そう。でもゲームでそれって楽しいの？まあ俺楽しかったけどね。あ、楽しいんだ。姫だった？女の子だったクズ？いや違うけど。そう、いや、女の子は生まれた時から お姫様だから。あ、そう。あ、いいね。ねえ、王子様足りん ねえ。また女の気持ちを一つ知っちまったな、うん、お姫様。そう、お姫様なんだよ。あ、他は他はもっといいよ、もっと女の子聞いていいよ。こんなね、機会なかなかないからね。こういう時の具体例とかマジで出せないからを頼んだ。ああ、こういう時は自分の意見を言うふりしてコメント拾うのが正解なんだよね。あ、分かる。いや、もうさっきからコメントばっかし拾ってんの。不思議な功績も十分。クズハの興味ない感じ。生態研究所に。こういうとこね、話に興味を持たない。これはもうマイナスポイントですね。これは女の子の話を聞かない。女の子がとにかくお話を聞いてほしいね。お年頃なんだよ。あ、ちょっと待って、勉強になるかもマジで。そう。だからクズンボとかの時に。うん、ああ、デッキ。そうなんだぐらいの。増築じゃん。オーバーリアクションでいいんだよ。本当に？それ俺、煽りの時の抑揚だけど、それ。そうだぜーってやつでしょ。そう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 。いや、オーバーリアクションの方が女の子は嬉しがるから。分かった。オーバーリアクションね。嘘、オーバーリアクション。はい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 。それがいいね。デッキ構築だ。聞き返しはなんかめっちゃいいデッキらしいよ。オーバーリアクションデッキ。おう。オウムでしょ。そう、オウムはマジ基本だよ。あ、オウムはね、うん、タモリさんがやってる商法なんだよ。そうそう、対女性の有力カード、うん、オウム返し。そう、え、ね、そんな簡単なこと。うん、全然話聞いてなくても聞いてるふりできるから。そう、全部オウム返しすれば大丈夫だよ、ね、オウムプラスオーバーリアクションだよ。お、それで大丈夫。なんだ、簡単じゃん。え、待って、簡単簡単。共感、なんか女の子共感大事って言うじゃん。共感を求めるって言うじゃん、会話に。おう。あ、求める。正解じゃなくて共感を求めるみたいな、うん、で、その共感してるアピとしてオウムを繰り返すことによって話を聞いてるよっていう気分にさせて、この人は共感してくれる人だみたいな。え、コメント読んでる？いや、違う、普通に知識。あ、そうなんだ。うん、知識。知識？何に驚いてるの？そんな知識を学んできたの？これはだから、ほら、リムちゃん聞いてるっていうアピールをしてくれてんだよ、俺に。え、リム無意識？そう、だから俺は、すごい。え、うん、俺は今自分で。お前は？うん、自分で？リムやってそうそう。あーあーあーあああ。クズ才能ないわ。
え？クズハ才能ないわ。なんで？クズハが来るより会話が乱れるんだけど。なんで？クズハは意味わからん。ちょっと落第生だね。この手法は使わない方がいい。落第これダメなの俺。あリリムちゃんのはあの今のマジ気持ちよかった。まあ。うん、そうなんか俺がドヤ顔で披露した知識をすごいみたいな風にそのなんかすごい、ね、いい意味でキャバクラだった今いい意味でねキャバクラだったってことだ、うん、じゃあでクズハはうざいずっと言ってることをさまだ話してるのにかぶせちゃダメだよそういうことじゃないのそう今だってコウ君話してるのにずっとさなんか追いかけるようにいやホームじゃないかうん、なんかそういうカエルの合唱みたいになってたからそれはよくないどこよじゃあ適度なえなんか話しててここ重要かなって思ったとこを繰り返せばいいんじゃない重要うんなんかここ一番共感してほしいのかなって思う部分話聞いててそこの察知方法、うん、あの今日何食べたって言って、今日はそうだな、うん、ご飯食べましたって、あ、ご飯食べたんだみたいな。何のご飯って。これも5W1H。何食べたって言われて、ご飯って答えるやつどうなの？ご飯以外の選択肢を白米ジャンキーの中に持ってる。あ、そういうご飯ってこと？うんうん、あ、5W 何？5W1H。え、クズハさんって何食べるんですか、いつも。おめあ、そういう話じゃなく。え、そういう話ですよね。ですか、そういう話ですよね。ですよね。そういう話。米です。米ってさっき、米ですか米。米。